紺野瓶ですから1,600円プラスで文藝春秋から出て要するに公公安安ですよ公安この人なんでこどういう取材の裏を持ってるか詳しいわね。でものすごい大事件が起きるとか言うんでもないし逆に結構これ大事件じゃんっていうのをさらっと同じタッチで書くんですよ。今の便ってこの人北海道 出身なんです北海道のどこだかも,もうまだに分かんないの北海道の人はなんで北海道出身だけなんだろう佐々木城も。でそれ知りたいんですよ北海道生まれって書いてあるだけだから。必ず作家っていうのはそういうのってありますからね例えば時代物書く人ってそうなんですよ。浜野のもどうしたとあの聖藩行ったって何でもそこにあった武家の世界よって,ってあんまり大きくは書かないんです。だだから九州熊本だったり 金の瓶はわからないなもうさらっとした佐々木城はわかるんですよ北海道警察メインに書きますから彼のこのなんかさらりとした味はわからないだけどどれもそんなにものすごくいいって作品はないんだけど悪いのはさほどないんですねここが他の作家とちょっと違ってあの色ははっきり警察文で出してるからじゃないですかねで中でものすごく際立,った際立った個性ってないんですよ だけど軸になるリーダー格でまあその公安のかなり上の方を狙っていくっていうのが体験してきたなんかも全部結構さらりとして俺は出世のためにやってるわけじゃないよと警察に入ったのはもともとそうじゃないだろうっていう裏側の反発はちゃんと書かれているんですで。彼はは反発書いてるつもりはないと思いますんてそんなことしたって小説面白くないっていう小説作法をきっと持ってるんだと思います。 だからはっきり魅力的な人物で持っていこうと周りもだんだん魅力的になるじゃないかという書き方したがって男が読むと多分コンの瓶の作品はみんな気持ちいいと思いますだから4.5を期待しなきゃいいの常に4で書けるって大変ですよ逆のことを言うと東の敬語は3になったり時々4になったり4.5いかないんですよ私こっちの方が失敗だと思いますね、うん、で3になった方がテレビでたくさん買ってくれるかみたいなコンの瓶これ難しいです なんった役者がいないこういう男がいない例えば三久井廉太郎の息子なんか四角目らしい顔してるけど俳優としての魅力はないもの奥行きがでさっき出た佐々木蔵之介もそうだけど今ね番宣で俳優出過ぎだはうってほしいなもうあれやめねえかなあれでほんの少々例えば客が来ましたとかあるいはテレビシリーズで数字稼ぎましたって言ったっていいものは残らないよあんなことやってるとでお笑い系統の番組出てきて パパ俺はこんなに面白いんだってやったって飽きるって最近あの変な時々キレのいい踊りかなんかやってるあの前の声変着連な男いるじゃないもう名前なんか分からないけどあんなものもあっという間だよなんていうのはよく分かんないけどおねえみたいな言葉を使うでも僕そうじゃありませんからっていうのはいるじゃない名前が全然覚える気もないんだよこれじゃダメでしょ俳優はねいい芝居をしていたらいつの間にか浸透していてあの役者欲しいなって思うからバラエティ番組だとか わけのかんないクイズ番組で浮かれてる場合じゃないと思うがねどれくらい行きたいのって俺は聞きたいですよこの人たちに何年行きたいの何年この道で生きるつもり佐々木藍之助もその実家栄えでそのどうでもいいよ造り栄えでって俺別に実家へ行くつもりねえから、うん、頼むからさ役者としての、うん、器量を磨いてだよだからその私生活売り物にすんなよ頼むからよってことになるんですわ。 私生活はカツラなんですってその前の声何だか言ってたけどもう前の声やったら全部敵になるんですけどね私の場合本当ですよ写真撮ってごらんなさいこのズル向けの頭にしか撮れないんだから蛍光灯の下で撮るとそういう話はねえよ今何言ってん俺が吐げてると話になると校長先生乗り出し聞くんだよいつ頃から気になり出したんだろうって42からです <laughs> あこれはだから星4つ。 今度ははね4つを下がることはないですただ4.5に上がることも少ないそんなにえときがないから物語が始まって山があってでなだらかな山で終わるんですもう最後はすごいよどんでん返しが2回3回あってってのは一作もありません彼の狙いがそこじゃないから明確だからいいんですよ読んでて気持ちいい。